はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。光る様、近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登院登録もよろしくお願いいたします。なんか安倍総理の悪口ばっかり言ってた村上誠一郎ってやつがテレビを所管とする総務大臣になっちゃったみたいですね。安倍麻生体制だったら絶対あの大臣なんかなれないやつ、まあ非主流派ってやつですか。非主流派が主流派になっちゃったもんな。嫁が岡田克也の妹でイオンファミリーの一員だそうであります。極左が総務大臣になってテレビは喜んでるんじゃないでしょうか。総務大臣を変えてほしくないテレビはあんまり石破内閣叩かないんじゃないかと予想いたします。村上はのすごいたるんだ体してますよね。人相も悪いしね。なんか閣僚が揃って写る写真でもなんかふてくされた顔してるし、なんか豚の姿になってガツガツ食ってる千尋の両親の、絵を思い出しました。村上誠一郎のビジュアルからね。長島昭久総理補佐官、これ石破政権の、石破総理の補佐官に新しくなりました。国家安全保障会議担当だそうであります。断言します。石破総理は女系継承を容認しません。金城陛下から皇嗣殿下を経て悠仁親王殿下に至る皇嗣継承順位は守ると公に発言していますし、麻生元総理が党の最高顧問を受諾する際の唯一の条件も男系継承の検事だったと側聞しております。傍らで聞いておりましたと。苦虫噛みつぶしたような顔してた麻生さん、男系維持を条件にですね党最高顧問を引き受けて、いたみたいであります。世論です。本人たちが反対なんだから男系でいいんでないの。むしろ言説コロコロ変えるのがゲルの信念だから。支持していたパヨ発狂、パヨまた曲げたのか。方針変わりすぎ。本人が言わなきゃ。利上げしない発言も本人のものじゃないしな。発言コロコロだから信じない。万年野党感覚で発信していたツケだね。麻生さんがいる限りは大丈夫。アジア版 NATO も早く撤回した方がいい。早々に石破の発言翻し衆みたいなのができそうだな。それはいいんだがコロコロ発言変わりすぎだろ。ここまでコロコロ変わるとこれまた変わるかもしれない恐れがある。ここまで来たら靖国参拝してパヨを発狂死させてほしい。総裁選前も石破はですねよく議論していかなければならないとか言って賛否を明確にしていないですよ。なのでパヨが裏切られたって思うのは、丘と違う意味なんですけれども、まあぐにゃぐにゃ言って回答を避けてきたというのかな。明確に女系を否定する高市さんと比べると明言しない石破の方がむしろ、女系に前向きなのかなってパヨが勘違いしたんじゃないの勝手に。少なくとも悠仁殿下までの皇位継承順位は堅持すると発言してるし、その後のことは、俺は知らねえじゃねえの。よく議論していかなければならないで逃げるんだろうな。めんどくさそうだもんな。総裁選前と総裁選後の石破の変容、原発ゼロに、原発推進します。本当に言ったのが原発ゼロって。原発ゼロについてもよく議論していかなければならない。エネルギーは大事だぐらいで逃げてたんじゃないのかな。利上げ認めます。利上げする状況にね、これ日銀総裁と会談して今利上げする状況にはないって言ったんだって。利上げ認めますって言ったのかな本当にな。利上げも選択肢の一つですぐらいの、こと言って逃げたんじゃないのかな。リニア反対です。リニア進めます。これも本当にリニア反対って言ったのかなって、反対する人がいれば廃止も選択肢のうちぐらい言ったんだねえのかなって逃げて、ぐにゃぐにゃ。早期改選しません。戦後最速で早期解散戦後最速、発足後8日で、9日解散するそうであります。選択的夫婦別姓賛成です。見送りますと。
金融所得税課税します、投資立国にします。投資立国にしたいんだったらば金融所得、配当所得、増税はしないはずなんだよね。マイナ保険証強制しません、強制します。世論です。修正が早すぎて実はすごい柔軟なぐにゃぐにゃなやつなんだってないかと思い始める。経済やっても財政とか言い出してるし、緊縮財政も修正しそう。そりゃ党内で弱いままなんだから思い通りにできないんでしょ、岸田よりマシと思いたい。総理になるため逆張りしてきたのが目的達成で、この先のプランはなさそう。岸田は財務省の犬だったけど、石破は党のおもちゃで自分の意思なんか通らないと。パヨにとっては石破が変節したように見えたらしく、次々と批判されてましたけれども、橋本徹、12月2日に健康保険証が廃止されることについて、総裁選前は納得しない人がいっぱいいれば併用も選択肢としては当然と言ってたが、10月2日には従来の日程通りに進めていきたいと発言。こういうことが重なれば嘘つき内閣と呼ばれますよ。江川翔子、最初に議論するって言ってたのにいきなり解散総選挙、本当に嘘つき内閣と呼びたいですね。次々と嘘つき内閣呼ばれしてましたけれども、併用も選択肢として当然、併用するとは言ってないけど、期待のあまり勝手にね、石破がマイナ保険証は強制しないって思ったんですかね。パヨの界隈は納得しない人がいっぱいいれば、いっぱいなかったんじゃねえの、納得しない人が。多くの人はですね、面倒いいけどしゃあなしと、不正利用が減って良きと、思ってですね、まあ、周囲はあの納得してない人ばっかりの端毛の目には日本人全員納得してないように見えてて、いっぱいいるのになぜ、なぜ強行する、もしくはですね、あのファンのパヨを喜ばすリップサービスですかね。石破バイデン電話会談もしたけれども鼻息荒かったですね。日米地位協定見直しも米国内に自衛隊基地もですね、ビビって一言も言えなかったみたいなんですよ、バイデンに対して。接戦でやっと総裁選に勝ったんで、自民党内で立場弱いからマイナ保険証一本化中止とか自分勝手なことできなさそう。石破政権についてはですね、まあ今後も様子見ですね。日経、テレ東共同調査、石破内閣支持率 51%、 支持せず 37%、 発足時の岸田内閣 59% を下回ってしまいました。できたばっかりの岸田政権よりも人気なかった、外国人とマスゴミに人気のはずなのになぜっていう、世論です。選挙大敗の責任取って今月で辞任。マスコミでもこの数字、ネットの石破支持率は絶望的だろう、口先だけの人とはっきりしたから、あとは落ちるのに、どの調査でも軒並み低いな、こいつ本当にコロコロ変わるしな。発足時の支持率過去最低、人気なさすぎ、ずっと無責任に反対意見言いまくってきたから、時間が長いから何やっても嘘つきになってしまう、恐怖は過去からやってくると。日銀総裁と会談してですね、今は利上げできる状況ではないと発言してですね、この発言に市場が反応して瞬時に3円程度の円安になりました。1ドル144円ぐらいだったのが143円とかね、146円台、今日は、総裁選前は日銀の判断に委ねるっつって態度をはっきりさせてなかった。これをパヨがですね、勝手にあの解釈して利上げ、容認だみたいな、マスゴミが作り出した悪い円安を信じ込んでるバカパヤ、こうした行為も裏切り行為と見えるんじゃないでしょうか。話が違うって今頃思ってんのかな。勝手にあの石破のあのゴニョゴニョ言って何にも言わない実話っていうのに騙されて、次の総理は調査でどこでも1位だったんですけど、自民党には投票しないパヨに聞けばですね、こん中だったら石破かなって答え、でも自民党には投票しないし自民党の内閣も支持しないけどねっていうのが多かったんじゃないですかね。不人気岸田路線を継承するって言っちゃってるし、なんかあの岸田から大幅に変わった感じがしないんですよね、新しい内閣って。まああのおじいさんばっかりだし、党内での立場が弱いから石破は独自の政策実行できないんで、結局はですね、あの官僚とマスゴミに操られて先が見えないバカな岸田同様にですね、支持率右肩下がり、ずっと続けんじゃないかと予想しております。青山茂春さんに、以前政治刷新本部で外国人のパー券購入禁止を訴えたら岩谷武が
私は逆です。むしろ外国人にパーキンを積極的に買ってもらった方がいい。その方が開かれたと日本になると言った。なんで外国人にパーキン買ってもらうと開かれた日本になるんだか全然わかんないですね。バカ岩やあの外国人政治献金を、外国人に操られていることを正当化してますよね、これね。開かれたか正当になるって、世論です。ゴミ中のゴミ、金のためにせそないな。利的財があれば、こんなのが外相という事実に恐怖。こいつってなんかで捕まりかけてなかったっけ。スパイ防止法にも反対なんでしょう、どうせ。移管法100連発で日本消滅。よりによって外国のスパイを外務大臣にするなんてと。戦前だったらスパイ容疑で銃殺ですね、これね。こいつもあの村上総務大臣同様に洋館士ですね。中共の犬の河野太郎が防衛大臣の時にですね、中共のために陸上型イージスを勝手に中止したようなことをさせないようにしないとね。外務大臣は事前に話が煮詰まってて、あとはサインだけっていうのが多いんで、他の閣僚よりも好き勝手できない点に期待いたします。ロシア軍機9月下旬に領空侵犯、日本政府大使館通じて抗議。10月2日ロシア政府、日本側は抗議しようとしたがロシア側は認めなかった。我々には抗議の正当性を確認する情報がない。何言ってんだって。つまり領空侵犯してないって言い張ってんのかな。世論です。子供かな、何言ってんだ。ロシア語意味不明。認めないって言われても、抗議を認めるも認めないもねえだろ。領空侵犯は撃墜されても文句言えない行為で、宣戦布告に近いのだがな。撃墜した時に何て言うか試してみようぜ。戦闘、哨戒機で必死に沈没した潜水艦を探してたあれっすか。次回からは撃墜して証拠を残さないとダメですね。まあ核がない国の対応なんてこんなもんいいよな。中国と言うことに似てきたな。だからさっさと撃墜しろって。北海道に米軍基地を作ってほしい。核武装しなければ日本はいずれウクライナになると。ウクライナ支援で岸田が勲章をもらってましたけれども、今後も嫌なんですけど、ウクライナに敗北してもらっては大困りですね。あの日本としてはウクライナには頑張ってもらわないと。だってあの調子に乗ったロシアが北海道に攻めてくるですからね。やるまいやるまい、まさかやるまいって思ってたウクライナ侵略もやり始めた基地外国家のことですから、北海道を攻めないなんて言えないですよ。むしろ余力ができたら、攻めることができるならば必ず攻めるって考えてた方がね。それにしてもですね、おいやめろって、抗議っていうか、何やってんだって言ったら認めないって返答おかしくないか。頭悪い以前の問題で、何やってんだ認めないって、なんだそれって話でね、バカじゃねえのかな。今日の単身です。朝日新聞、女性閣僚は5人から2人に減った。守るをキーワードにした石破氏の政策集では、5つ目の柱が若者女性の機会を守るで、意思決定の場への女性の参画の、重要性を謳っていたのに、なんとしたことか。朝日新聞の執行役人 15人のうち女性は1人しかいないようだが、これは何としたことか。光の速さで、ねじ伏せられてしまいました。まあ、閣僚2人しか女性いねえって、文句垂れてんのが、お前らのとこ1人だろ、言い返されたってこと。森林保護がーと言いつつ、自分らは森林伐採した木から紙作ってですね、電気使って印刷してガソリン燃やして配ってると。学歴格差がーと言いつつ、自分らは大卒しか取らないと。所得格差がーと言いつつ、自分らの高給は死んでも守りたいと。女性活躍がーと言いつつ、自分らの役員は一人だけど。朝日に限らず新聞なんかこんなもんですよ。いよいよ誰も読んでないから好きにしろって。電車でも新聞読んでるやつなんかもういねえよと。12月から携帯電話番号に060を追加。090、080、070と来て、いよいよ枯渇しそうなんだそうで。11桁フルに使えばですね、100億マイナス1回線、つまり99億9999万以下略、使えんのに、なんだろうね、なんであの上3桁で1つしか表さないようにしたんでしょうね。050はもう使ってっから、今後はあの040とか030とかも登場するんでしょうか。でも東京03とちょっと紛らわしいですね。川口市が埼玉で住みたくない場所1位に選ばれてしまいました。不人気なだけじゃなく、
毎月毎月1000人の住民が流出、引っ越ししてるみたい。日本人が減って外国人が増えて、いずれ川口は日本じゃなくなっていきそうですね。それもこれもですね、外国人にも暮らしやすい街づくりとか寝ぼけかましてた奥の木市長のせいですね。政治家なんか誰がやっても同じではない、全くではないってことがもう明白ですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。